なんでそんなこと言うんだよお前。ひどい偏見だぞこれに関しては。ブチギレジェルです。はい、今日はあのヤフーニュースってやんだろ、あそこのコメント欄おめえら見たことあるか。やばいぞ、ゴミコメントしかないぞあれ。ちょっとチラチラ見てたらさ腹立ってきたからさ、今日はちょっと何個か取り上げてあのブチギレていこうと思うわ。じゃあ早速いくぞ。まず一つ目、なんつー破壊力、キュン死者続出で、浜辺美波さんがツイッターで制服姿公開したみたいなニュース。これに対して、死者続出してるならニュースで大々的に取り上げられているはずですが、下手すれば刑事事件ではどっか行けお前やってらんねえお前、キュン死者のところお前死者だけ取り上げてこんなこと言いやがって。で他にもいいんだけど、これはもうなんかガチアンチみたいな感じだね。綺麗だと思うけど性格のきつさが画面から出ていますね。性格のきつさがコメントから出てんだろてめえは調子乗んなお前、なんでこんなこと書くんだお前。で他の記事、夜遊びのボーカルのイクラさん、まあラジオ局から出てきて疲れを感じさせないほどの笑顔を見せていたみたいな記事なんだけど、これに対してのコメント、難解なメロディーラインにうまく乗っかっててすげえなぁとは思うんだけど、個人的にあまり好きな歌声じゃないです。そっけなくあっさりしすぎてて感情表現に乏しい気がするんですよね。なんか機械的っていうか、おめえの文章がそうだら怖いなぁ。なんでこれ簡単に言ったら嫌いなんだろこのイクラさんのことを。嫌いって感情で書き込んでるにもかかわらず、非常にロジカルに書いてて機械的、怖えんだよお前。まだなんか嫌い嫌いこいつ嫌い理由知らない嫌い嫌いの方がまだお前感情表現が豊富だわ。おめえが言ってることはブーメランで帰ってきてんだよ。であと他にもあるぞ、砂糖が値上げしましたっていうニュース、コロナの影響でね。それに対して、食べなくても生きていけます、緊急時に不要な仕事です。そういう話じゃねえわ。何言ってんだお前、コロナに解決するかなんて話してないんだよここで。困ってる人がいるっつうのに緊急時に不要な仕事ですってお前なんかゼロ100すぎんだよ答え方が。で次の記事が、映画ドラえもん延期2年連続コロナウイルスの影響でみたいな。で同じやつがコメントしてんだけど、さっきと公開したところでコロナ疫病が解決するわけではありません。所詮は疫病に敗北する緊急時に不要な仕事であります。じゃあコメントする時間使ってなんとかしろやおめえが、もうそれしか言ってるじゃん、コロナにどうかみたいな。これ延期したって話だから。で、おめえがコメントこんな何回もしてたら、おめえが何かしらしろ、バーガー。はい、続いて、わいせつ行為で処分される教員が増えてるというニュースに対してのコメント。先生を見たらロリコンだと思いましょう。大の大人の男が小学校教員になる理由なんて、それしかないんだから。そんなことねえわ！なんでそんなこと言うんだよ、お前。ひどい偏見だぞ、これに関しては。立川志らくさんがな、グッドラック情報番組3月終了、これが発表されたみたいなニュースに対してコメント来てんだよ。今日ちょっと見たけど悲惨だったな。来週から止めてもいいんじゃない？志らくの嫁さんの不倫が効いたよね。賞味期限切れたよね。まさにグッドラック。志らくさんになんかされたのか？お前どうなってんだよお前。ちょっとお前3月終了って言ってるだけでお前悲惨だったなって、お前別にこれ放送終了って言われてなかったら悲惨って思わないだろお前の能力だったら適当なゴミコメント残してんじゃねえぞお前。でこれに対していいねとかバッとつくだろ。2800いいねついてる。なんでだよ、なんでこんな嫌いなやついんだよ。俺は無感情だけどな、わざわざこれを書き込む意味がわかんねえ。こんなのいっぱいあんだよ。であと他にはマー君な、田中マー君同い年だよ。日本復帰対応できるかって記事に、無理だろマー君は日本では通用しない。もう一回言うけどマー君は日本では通用しない。するわ、通用しきった後に向こう行ってんだよお前でまだ全然やれるぞ。やれるよなマー君はな。で他にもこれもまたコロナのことだけど、厚労省は30日英国の滞在歴がないが英国で報告された新型コロナの変異株に感染した患者が確認されたっていうやつなんだけど、それに対してのコメント、残念、もう誰にも止めることはできないんだから、どんだけあがこうが止められないものは止められないんだよ。感染したものはそういう運命だったってことで。暗い暗い、なんだこれお前、めちゃくちゃ暗い文章なのに絵文字はめちゃくちゃ駆使してる。
感情が読み取れない、怖い。で他にも前田敦子が離婚協議入り報道っていうのに対して亮太っていうやつがコメントしてね、俺が幸せにして黙ってろ二度とコメントすんなてめえは。続いてがね、渡辺真帆と出来婚みたいな、それになんか心配の声、それに対して YouTuber なんか Uber Eats 配達員と並ぶ底辺なのに変にチヤホヤされてるのがそもそもおかしいってことにいい加減気づくべき。 Uber 関係ねえだろお前、なんでお前この流れで Uber Eats がボロクソ言われてんだお前配達員かわいそすぎんだろお前。で続いてもうこれはもうしょうもないよ、なんかグラビアのフミカがヤンジャン表紙抜擢っていうな写真の記事、それに対して脱いでしまうよりこういうのが良くなってしまってるんだよな、だよな、服着てる方がエロいみたいなあるよな、唯一の同意コメントこれは。こんぐらいもう見て、もう本当に俺のキレを見てほしくて今日やってるわけじゃない、もうクソみたいなコメントいっぱいあるからな。あなあ、お前らもなんか腹立つことあるかもしんないけど、こうやってコメントでなんかこういう承認欲求の満たし方してるやつは本当に気持ち悪いからな、マジでやめろよ、気持ち悪いからな。100歩譲ってお前生配信に来いよそういうやつはな、俺がキレてやるからな。だから何が言いたいかって言ったらお前バイト早くたくさんしろよ、スパチャじゃなきゃ切れないんだから、そういう話だぞな、それが分かればいいわ。まだあと 4,5 年で俺もヤフーニュースに多分スキャンダル乗るからさ、その時に舐めたコメントしてきたらお前許さないからな。